わかったわかった。こう？ちょっと、こう、こう、こうで。これなんで固定できないのこれ。考えた。はい。おしゃべよう。はい。いただきます。早く。そう食べる。初めてだ。焦げちゃったな。うまっ。めっちゃうまいやん。ちょっと熱そうだね。うまっ。どう？うまい？単純だからいいのか。うまい。はい、うまい。うん、エビ美味しい。エビ食いないわ。うまい。太っちゃったから。え、うん、何個食べたかのやつ。いや、わかんないもんな。食ってどんな感じかでしょ。あれ2時間これ食い放題なの。そっか、前これ90分食い放題だったんだ。クラッカーってね、値段がもう安かったと思う。インサートはアンしてくれないんだよ。インサートはいいんじゃない。うん、え、え、熱いじゃん。あっか、熱っ、熱っ、マジビビった。ちょっと嬉しい、熱いけど。あ、もう夢かなった。なんだって、まあ、うわ嫉妬するってコメントあったんだけど、それどっちに対してなの。どっちになんだ。いや、その食べさせる行為じゃない。え、だから、うん、俺の女リスナーの嫉妬なのか、うん、あ、そっちだと思う。私はいないから。藤子の男リスナーの嫉妬なのか。いや、求めてない。あ、来た、花火来たじゃん。お前のあ、もう好きにはメインのメインのやつ。あと、まあ、そのまさに育ってる。来た、まあ、てね、やったね。ありがとう、どんちきナイス。いいね、ありがとうね、いいね。ありがとう。うまい。メリークリスマス。わあ、これめっちゃ高いぞ、これ。これ3000円ぐらいするよ。ね。花火半パック分やね。ナイス、うまい。なんで？なんだこれ。クリスマスパーティー。お前が、お前が、お前がクリスマスパーティー好きよ。ウィンドウズ、ゲスト、スマッツ、トーマス、ワークセルです。なんで今日はクリスマ、うん、クリスマスじゃなくて、なんだっけ、ハンカンの格好してて、あのクリスマスだから。いや、クリスマス配信一人しようと思って、うん、買っちゃったの。あ、買ったんだ。うん、で今日着ないって意味ないじゃん。いくらこれ。5000円ぐらい。へー、うん、どこで。ドンキ。うん、ネット。めっちゃショック。関慎吾ともんじゃ焼きしたい。ほらってことは俺の、うん、俺の方のリスナーってこと。俺の女リスナーってこと。すいません、なんかでもデブデブスだから安心して。初めて食べた。いや、かわいいよ、藤子。全然困ってねえわ。かわいい。サイズを得れば聞かないで。本当はね、体型はね、顔じゃないと思うね。性格だと思うんだよね。何？性格だと思う。IQ とか。誰が？だから女はってこと。誰？そんなことない、見た目でしょ。だってどうせみんなさ、じいさんばあさんになってくるんだよ。いやいやいや、それはね、うん、
それはね、ブスが言うんですよ。これはブスが言うことね。どうせ年を取ったらみんなジジイババアになるんだよっていうのはイケメンじゃない、ブサイクなやつのそれあれだから。じゃあブスが言ってます。まあきっかけじゃん。だってそのさ、なんだろう、いやでもさ、言うたってだってさ、そのさ、なんだ、相手のさ見た目的なものってさ、その何、人間がやっぱりこう生殖というか、やっぱ子孫を残そうとするときに、まあ、相手のやっぱ身なりがいい遺伝子を取り入れたいみたいなのあると思うんですよ、うん、本能的なね、うん、だって別に年取ったら取ったで、うん、もうそういうなんかそういう子孫を残そうっていう機能が働かなくなるわけじゃないですか、うん、そうだね。そうだからやっぱそういう働きがあるときに、やっぱ人間って楽しいわけじゃん。人間の三大欲ですよ。食欲、うん、性欲、睡眠欲でしたっけ、うん、その欲が年を取るともう一つの欲がなくなるんです。でこのね、性欲っていうのがね、楽しく感じるのは若い時だけなんです。でその若い時だけに、若い時のその性欲っていう楽しさはね、うん、若い時しか楽しめない。そしてその若い時しか楽しめない時の楽しさを、できればやっぱり容姿がいい人とやりたいみたいな、欲を満たしたいみたいなのがあるわけじゃないですか、うん、言ってることわかる？わかるよ、うん、わかるけどな。だってそんなこと言い出したらさ、最初若い時だけじゃんとか言い出したらもう全部終わるようなことじゃん。だってさ、うん、人間だってそんなこと言ったらいつか死ぬわけじゃん、うん、ね、おじいさんおばあさんだって寿命がありますからね、永遠の命じゃないからいつか死ぬわけじゃないですか。そんなこと言い出したら、デブはほっといて、顔はでも好みだからわかんないよね。え、顔はさ、みんなが好きっていう顔ってあんまないじゃん、全能人でも。顔はね、ちょっとそれぞれ。まあでも、なんていうのまあ、あからさまブスより、やっぱあからさま可愛い方が、まあその人気度っていうか違いまあね、人気はラブラブね。だってそもそもだって、人によって容姿が、容姿のやっぱり、なんていうの、いい悪いがなかったら、このようにアイドルっていう商売がまず存在しないですから。アイドルとかモデルっていう商売成立しない。この世の中にね、アイドルとかモデルってものが成立してる時点で、うん、やっぱりね、人間生まれてきた時から、うん、もう身なりだけ、容姿だけで勝ち組負け組っていうのがもう決まってるんだ。じゃあ、ハルヒは勝ち組だね。俺勝ち組でしょ、俺イケメンだもん、ちょうど、うん、マジで、うん、もう私、いや俺言うてもモテますよ、俺。いや俺ね、ジャニーズ事務所からは来なかったんですけど。落ちたんだっけ？そう、俺2回あれだが送ったの。20歳の時と22ぐらいの時、21か2ぐらいの頃。2回送ったけど帰ってこなかったけど。まあ、相葉君に言ってたよね、前ね。あ、それはすごい言われた。超似てた。似てた。まあ、ちょっと似てた。でもね、本当のね、本当のイケメンってのは僕みたいなこと言うんですよ。今僕歌舞伎町ですけど、ホストとかいるじゃん、歌舞伎町、うん、言うてもだよ、なんかさ、ちゃんとメイクしてさ、ちゃんとなんか、うん、ヘアメイクとかもしてさ、顔だけじゃなくて、うん、あとなんかこう、いろんななんか服とか着るわけじゃん、なんかちゃんとしたスーツみたいな、ちょっとスーッとしたさ、うん、いいやつ着るわけじゃないですか。僕素だからね、これ。別にそんなメイクとか何も、まあ今日はしてないですけど、ね、そんな感じじゃないじゃん、ホストみたいにいろんな何時間もかけて支度してないし、うん、何だったらこれこの服3日目だし、うんうん、なるほどね、とイケメンが言っていますサンタのコスプレしたそうだ。善一さんについてどう思いますか、藤子は。そもそも知ってる善一くんと今揉めてるっていうか、体調よく休んでたから退治しない、全く。善一くんが今ね、善一くんとエルマちゃんが付き合ってたの知ってるよ。うん、ちょっとだけ。で、あれ今なんか善一くんがなんかストーカー化してるんだよ。来ちゃダメとか来ないでって言われたのに、うん、勝手にエルマちゃん家にいてピンポン押しちゃったみたいな。なんで別れたのじゃあ。いや、そもそもが多分ビジネスカップルみたいな感じ。ビジネスカップルとかあるんだ。そもそもは。うん、アルさんとはビジネスカップルだったのね。何を言ってるか分かんない。何を言ってるか分かんない。なんかね、なんかあんま異性と合わないから嬉しいよ。
あれ分かって